山陽鉄道1263380型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、1906年に、山陽鉄道が、自社の兵庫工場で4両を製造した、車軸配置2から6から2、ボークレイン4気筒複式の飽和式タンク機関車で、ある。 おおむねアメリカ合衆国の様式にのっとっているが、細部のデザインが変更され、近代的な形態も合わせ持っていた。形式は28系、番号は125から128であった。前年に、同じ兵庫工場で製造された、ボークレイン複式の点打機関車27型とは、各部の寸法が共通であり、後年の鉄道省、C12 系。 C56 型と同様の系列設計となっている。先受台車はビッセル式で、先はは内側式大枠、従輪は外側式大枠であった。側水槽や後部タン庫は平皿病を用いてフラッシュ仕上げとなっていた。1907年、山陽鉄道は国有化されたが、しばらくは山陽鉄道時代の形式番号で使用された。その後、 1909年には鉄道員の車両称号規定が制定され、本形式は3880型に改められた。国有化後は一次参院選で使用されたが、再び神戸機関庫に戻り、1919年には北海道に転出した。廃車はいずれも1925年で全車が解体となった。本形式の3380には、 神戸機関庫時代の1918年11月28日、加減弁とブレーキを締め忘れていたため、自然に動き出して、留置中の5101と221を押し出し、海中に転落させるという事故を起こし、川崎造船所からクレーン船を借り出して引き上げるという騒ぎになっている。この事故により大破した機関車はいずれも復旧されたが、本形式は北海道へ転出となった。 一説には、この事故をうやむやにするため、北海道に島流しにしたとも言われる。兵庫工場では、製造番号を付していなかったが、14から17に相当する。事故の詳細は、東海道本線神戸駅における機関車の海中墜落、鉄道災害記事時事対象4に至り6年度、写真あり寺島一計1。 機関車誌の裏話サンデール1978年6月号。ありがとうございます。